この試合にチームの未来がかかっています。昇格するには勝利する以外ありません。クロスが入りました。中谷慎之介、素晴らしいスルーパス。ちょっと長すぎたか。エドアルド・ネット、素晴らしいスルーパス。ちょっと長すぎたか。エドアルド・ネット、ゴール、ゴール。ここは落ち着いて決めました。この1点は大きいですね。いい時間帯に決めてくれました。これでチームにも余裕が生まれますね。見事なクロスから生まれた美しいゴール、これはチームの武器にできそうですね。精度の高いクロスは守りにくいですからね。相手も警戒が必要です。ボールをサイドへ展開します。激しくぶつかっています。エドアルド・ネット、宮原和也、小林勇気、絶妙なパス。このスルーパスは長すぎたか。絶妙なパス。このスルーパスは長すぎたか。入った。これはナイスシュート。ダメ押し点となります。これで試合を楽に運べそうです。このまま守備を固めて守りきり昇格を決めたいところです。ここは無人のゴールに放り込んでいます。どうしたんでしょうか。ぽっかりとゴールが空いていましたね。ボールをサイドへ振りました。いいパスをサイドへ出しましたが結局相手ボールです。高いパスが味方に出る。ここは中央の選手にクロス。このヘディングは枠を捉えられません。難しい体勢でしたね。2点ビハインドの中、難しい体勢でしたね。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。決まった。1点返しました。福西さん、これは同点もありそうですね。そうですね。流れが来ていますから、まだビハインドとはいえ勢いがある分有利なんじゃないでしょうか。横浜 F マリノスのスローインです。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ディフェンスの網にかかる。前半が終了しました。スコアは2対1、1点のリードでハーフタイムを迎えます。ハーフタイムですが、両チームに差はほとんどありませんね。福西さん、どちらも素晴らしいサッカーをしていると思います。同点ではありませんが、まだ試合はどちらのものとも言えません。後半のキックオフ、今度はグランパスボールです。早く戻りました。中を確認したい。マイナスのクロスを入れた。これは入らない。決まると思いましたが運がなく、決めに来た。ディフェンスが体に当てています。いいボールを送りたい。同点ゴールが来るか。流し込めば決まる距離でしたが、一体どうしたんでしょうか。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。とどめの一撃か。入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。スペースに見事なスルーパス。The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. ウーゴ・ビエイラ、
キーパーにパスを戻します。ここでホイッスル、名古屋グランパスが見事な勝利を挙げました。見事に昇格を決めました。来シーズンは上のディビジョンへ戦いの舞台を移します。来季も自分たちの良さを存分に発揮してもらいたいですね。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。素晴らしいスルーパス、ちょっと長すぎたか。エドアルド・ネット、ゴール、ゴール。ここは落ち着いて決めました。この1点は大きいですね。絶妙なパス、このスルーパスは長すぎたか。入った、これはナイスシュート。ダメ押し点となります。これで試合を楽に。高いパスが味方に出る。ここは中央の選手にクロス。このヘディングは枠を捉えられません。難しい体勢でしたね。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。いいボールを送りたい。同点ゴールが来るか。流し込めば決まる距離でしたが、一体どうしたんでしょうか。判断は良かったと。同点に追いつけるか。キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。